飲みすぎだと思う。
一番めっちゃ炸裂してたでしょ。でもあれね、シラフでやってるから。シラフ。すごい。心に病があるんだ、これは。飲んだらすごい。飲んだらめちゃくちゃすごいよ。すごい。あの人に負けないぐらい今日盛り上がって帰りましょうね。じゃあ、聴いてください。デイショー。Thank you.
Making the things better, I will keep it down.
こういう忘年会ライブっていう名目だからできることなんですけど。最高Yeah!
早い。出来が早い。またね、これであの平均年齢が下がって非常におじさん嬉しいんだよね。エリートです。エリート。東大。東大。怖いだよね。超メガバンク。スルーしてる。スルーしてる。次の東大。まあここでね、サックス入って大いに盛り上がりたいと思うんですけども、次の曲で最後で。アンコールは皆さん次第ですから。皆さん次第ですから。コールしてくれ。アンコール！まだまだ。ストレンジブルー、CD を持ってきております。そして今からやる曲もね、CD に入っておりますので、ぜひぜひ。全財産を置いていくようによろしくお願いします。それでは聴いてください。ディーバー。さあ最後の部分で一緒に盛り上がっていきましょう。I'm gonna make you mine.
しい中ね、ここに集まってくれて、まあ、もしかしたら忙しくないのかもしれないですけど、本当にね、こんだけ集まっていただいて、2017年、ね、思いっきりこう、いい感じで終われそうなライブになりましたね。ありがとうございます、皆さんのおかげで。実は我々、次のライブは決まってない。そうなんです。かわいそうタイミング決まってないので、ブログとか、フェイスブックとか、また更新するのでよかったら見てください。メンバーそれぞれ、フェイスブックもやってますね。大人のロック出て、ファンになった。ありがとうございます。本当に嬉しい言葉で、大人のロックセッション、ここでやってるやつなんですよね。ボトムライン BL カフェ、ぜひ呼んでください。社長どこでも行きますので。社長に言われた。社長バチスムーズになる。もうちょバージョン。そうですね、なかなかこう、マジっすか、ね、思うようにメンバーが忙しくて都合がつかなかったりとかしたんですけど、もうこれからのだいぶ精力的に動いていけると思うんですね。ライブガンガンやっていきますんで、ぜひぜひついてきてくださいね、皆さんね。このテンションではいけないな。ジュエリー。Talking to you, I'm a sheep. So, I'm a sheep.
ありがとうございます。中部地区では非常に有名な方らしいので、ね、今日皆さん聞けるのは本当にラッキーだと思います。ね、はい、いや本当ね、今日皆さんラッキーですよ。この形でまたね、やれたらいいなと思いますけどね。これ忘年会でしかきっと見れないようなスタイルになってますんでね。ね、2018年の2018年もこれでやれたらいいね。2018年も多分この日にやってるね。この月のこれの2月29日にやってるよね、多分。どうせストレッチブルーで、ストレッチブルー毎年この年、この年だけど、ね、この月のこの日にやってますので、12月29日に忘年会してますんでね。かといって来年まで会わないとね、嫌なんでね。それやめてくださいね。まあこのメンバーで来るでしょうね。全財産ここに置いていくから、全財産ここに取りに来るんですよ。金庫か。それいいね。マキちゃんもろい。行くぜ。行くぞ。行こうぜ。じゃあ行きましょう。
良いお年を。